こんにちは、川田美穂子です。日本の文字には漢字、ひらがな、カタカナの3種類があり、外国の方が特に関心を示すのが漢字です。漢字の成り立ちには象形、怪異文字、指示文字、そして日本で作られた国字などがありますが、今回は象形文字と怪異文字のいくつかを簡単に外国の方に紹介するやり方をお見せいたします。これは手作りの本ですが、これを使って漢字のいくつかを紹介して、その後にこの本の作り方を説明します。今回はすべて日本語で行います。英語バージョンも作ってありますので、ご興味がおありの方はそちらの方をご覧になってください。日本の少年太郎は漢字が大好き。毎日漢字をたくさん学んで、いつも漢字のことを考えていました。そうしたらある日、太郎は漢字魔になってしまいました。漢字魔は見るものすべてを漢字に変えます。この漢字魔、いくつ漢字がありますか？数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、7つあります。漢字魔が空を飛んでいます。何が見えるでしょうか？太陽、山、田、川。川を作っているものは水です。じゃーん、漢字に変わりました。この漢字の意味は山。これはマウンテン、ライスフィールド、リバー、ウォーター。夜になりました。漢字魔はなおも空を飛んでいます。何が見えますか？月、火、馬、木。木が2本並んでいます。どんな感じになるんでしょうか？もう1本木が加わりました。どのような感じになるでしょうか？はい、このように変わりました。この漢字の意味はムーン、ファイア、トリー、ホース、ウッズ、フォレスト。漢字マンが皆さんに質問します。この漢字とこの漢字が組み合わさって別の漢字になりました。この漢字の意味を当ててください。お分かりになったでしょうか？太陽の光、月光、それが組み合わさると、はい、明るい、ブライトになります。このブライトには賢いという意味もあります。この意味分かりましたか？皆さんは賢いです。ブライトです。漢字魔物語、いかがでしたでしょうか？皆さんもこうした簡単にできる本を利用して、オリジナルの漢字魔物語を作ってみたらいかがでしょうか？ということで、次にこの本の作り方に入ります。使いますのは紙とハサミです。まず紙を8等分に折ります。この本が出来上がると、ここのところが表紙になります。この数字はページの数です。ですから皆さんもどこか紙の隅にでもこの数字書いておいてください。では始めます。まず半分に折ってください。角をしっかり合わせて、折り目をしっかりつける。そしてまた半分に折って、その時表紙が表になるように折ります。また半分に折ります。その時も表紙が表に
なるように折ります。ここまで折ったら広げて、ここまで広げてください。ここに表紙がきます。こちら側は開いています。ここがこの線の中心です。ここに折り目があります。この中心点からこの折り目の半分、ここまでをハサミで切ってください。はい、ここでストップです。そして広げると真ん中に穴が開いています。半分に折ります。そして紙をこのように持つとダイヤモンドの形になりますね。これを中央に寄せていくと、はい、折り目をしっかりつけて半分に、表紙が表になるように折ってください。これで、簡単に本ができました。この本を使って皆さんが自由に漢字、どんな漢字を選ぶのか、そしてどのような絵を描くのか、本当に10人いたら10人それぞれ違う作品になるかと思います。これはグループでやってもとても楽しい漢字は物語の作成になるかと思います。私は実際にこの漢字は物語、アメリカの小学校で4年生、5年生、6年生を対象にやりました。事前にコピーした紙も配っておきましたので、この漢字は物語を見せて、それからじゃあ作りましょうということでこの本を作りました。もう4年生、5年生、6年生あたりですと、こう漢字を書くということに大変興味を示していましたので、皆さんこういった漢字の本を家に持ち帰れて大変喜びました。今、日本では公立の小学校でも英語の導入が始まりました。漢字の成り立ちは小学校で習います。学校で習っているそうした漢字をの成り立ちを、こういった日本紹介につなげると、何かこう日本の漢字というものがさらに身近に感じられるのではないかと思うんですね。で、実際に外国の方にそれを使って紹介して、相手の方が喜ぶ、興味を示す、そうした体験を繰り返すと、もっと漢字を学んでみたいなとか、次にはどんな漢字でこういった本を作ろうかなとか、他の日本文化もやってみようかなという気持ちになるかと思います。私は、そういった体験を繰り返す中で、やはり外国の方の反応からもう意外だったのが、お茶がこんなに人気があるのかとか、俳句にこれほど関心があるのかといったことに気づきましたので、茶道や俳句、その他の日本文化をさらに学ぼうという気持ちになりました。どうぞ皆様もこうしたことをきっかけに、どんどんと、皆さんの楽しい国際交流の世界を広げてみてください。ありがとうございました。